皆さんこんにちは。ボーカロイドで遊ぼう。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。講師の小泉です。この動画はボーカロイド6で音楽制作を一緒にやってみようという動画になっています。誰でも知っているカエルの合唱をボーカロイドで作ってみましょう。音楽の知識がなくても遊べますので、ぜひ最後まで一緒にやってみてください。 ボーカロイドソフトウェアを使う前に機器の準備をしておきましょう。ボーカロイドソフトウェアはパソコンのソフトウェアなのでパソコンの音が聞こえるようになっている必要があります。イヤホンなどをパソコンに接続してパソコンの音が聞こえるようになっているか確認をしておいてください。もしくはオーディオインターフェース等の機器をパソコンに接続し音が出るか確認しておきましょう。この動画の音が聞こえていれば大丈夫です。 それでは、ボーカロイドロックエディターを起動してみましょう。Windows のスタートメニューから、ボーカロイドロックエディターを探して起動してください。見つからない場合は、ボーカロイドと検索ウィンドウに入力していただくことで見つけることができます。ボーカロイドロックエディターを起動すると、ホーム画面が出てきます。ニュープロジェクトとオープンを選ぶことができます。ここでは、ニュープロジェクトを選んでください。 ボーカロイド録エディターでは一つの曲をプロジェクトという名前で呼びますニュープロジェクトというのは一つの曲を新しく作り始めるというようなニュアンスになっています制作を始める前にボーカロイドの仕組みを理解しておきましょうボーカロイドソフトウェアはボーカロイドエディターというデータを打ち込んでいくこちらのソフトウェアと そして、声が出るボイスバンクという2つを組み合わせて使用するようになっています。ボイスバンクをインストールすると、ボーカロイドエディターでインストールしたボイスバンクの声が出せるようになります。これからボーカロイドエディターを使っていきますが、便利なのが、インスペクターというセクションです。画面上部右側のこちら、I、インスペクターのボタンを押して、インスペクターを表示させましょう。 インスペクターは選んだデータの情報を表示するセクションで現在どのような状態になっているかを確認することができます。はるかというボイスバンクが選ばれていますので、はるかの画像が表示されています。インスペクターを見ながらボーカロイドエディターを使えば自然とパラメーターを覚えられます。ここから先の内容ではインスペクターを表示したまま進めていきましょう。こちらの薄い赤い枠をクリックしてみましょう。 この薄い赤い枠はパートと呼ばれています。クリックするとインスペクターの内容が変わって選択したパートの情報が表示されるようになりました。ボーカロイドエディターでは横の一行をトラックと呼びます。音楽制作ソフトにおいては一行をトラックと呼ぶことが多いので覚えておきましょう。画面下のこちら、鍵盤がある画面、こちらはミュージカルエディターという名前がついています。 左側に鍵盤の絵があり、右側はマス目のようになっています。このミュージカルエディターでデータを入力していくことになります。なお、ボーカロイドエディターにデータを入力する作業を打ち込みと言います。音楽制作では音楽データの入力全般を打ち込みと呼んでいます。それでは C3 と書かれた鍵盤を押してみてください。C というのはドレミファソラシドのどのことを指しています。 押してみましょう。あ<ー>。鍵盤を押すと、ボイスバンクが押した鍵盤に合わせて発音をしてくれます。もう音は出るようになっているんですが、これからカエルの合唱を打ち込んでいきたいと思います。カエルの合唱を打ち込んでいく前に、カエルの合唱のメロディーをね、思い出していただきたいと思いますので、まずは楽譜をご覧ください。思い出していただけましたでしょうかそれでは、 ドレミファミレドというメロディーを鍵盤で押してみましょう。必要に応じてスライダーを使って位置を調節してください。それではドを押します。ああ<ー>。続いて先ほどのメロディーをこちらの鍵盤を使って演奏してみてください。ああ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 。 演奏できたでしょうかこのようにマウスでクリックして演奏ができるんですがかなり大変ですよね。何回再生しても同じ演奏をしてくれるようにデータを入力していきましょう。まずは鉛筆ツールを選んでください。鉛筆ツールの横にグリッド八分の1という表示があります。これはボーカロイドエディターの入力の細かさを 8分音符の長さにすするという意味です1 8になっていない場合はプルダウンメニューを開いてメニューの中から8分の1を選択してくださいでは準備ができたので鉛筆ツールを使ってメロディーを入力していきましょうカエルの合唱は最初からしばらくの間は4分音符という長さの音符を使ったメロディーが続きますご覧いただいているミュージカルエディターはマス1つが 8分音符という長さマス2つが四分音符という表示になっていますしたがって四分音符を入力したいときはマス2つの長さを使って音を入力します「ド」の高さに鉛筆ツールを使ってクリックして「引っ張る」はいこれで音が入力できます「<ー>ド」の音が入力できました。続いて

表示領域を変更することができます。またはスライダーを使っても表示の大きさを変えることができます。メロディーではドレミファミレードの後は支部給付という長さの休みがあります。給付については何も入力しなければ自動的に給付になりますのでこのままで OK です。一つのフレーズが入力できたので最初から再生をしてみましょう。画面上部のコントロールというセクション、こちらで 何もしていないときに四角停止のボタンを押すと曲の最初に戻ります停止状態で再生ボタンを押すかキーボードのスペースキーを押すことで再生が始まります音が出ましたね入力した通りに歌ってくれました 細かい調整をしなくても非常にスムーズに歌ってくれているのがお分かりいただけたと思います。これがボーカロイド6で新しく搭載されたボーカロイド AI が生み出すボカロサウンドです。同じように残りのメロディーを入力していきましょう。次のメロディーは、ミファ、ソ、ラ、ソ、ファ、みというメロディーです。同じように入力してみましょう。鉛筆ツールを選んで、ミの音からスタートです。 ミファソラソファミ、できました。ここから先はメロディーのリズムが少し変わります。ド、ド、ド、ドというリズムですね。音があって、休符という順番で並んでいます。全部四分音符の長さで、音と休符が交互にあります。音の高さはすべてドの音です。ド、<ー>休み、ド、<ー>休み、 休休み<ド>休みととこれで入力ができました続いてのメロディーはリズムが変わります四分音符ではなくて八分音符という長さの音符が出てきます八分音符というのは四分音符の半分の長さの音符です四分音符は2マス分を使って入力しましたが八分音符なので1マス分になります音の高さはドドレレミミファファと入力していきましょう このセクションではすべてが8分音符の長さなので、4分音符の半分の長さで入力をしていきます。ああ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 。できました。ドドレレミミファファというメロディーの後は、ミードと下っていくメロディーです。長さは4分音符に戻ります。 ああできました最後までメロディーが入力できたので最初から一回聞いてみましょう果たしてちゃんと歌ってくれるでしょうか停止ボタンを押して最初に戻って再生ボタンまたはスペースキーを押すと再生ができますあ 見事に入力ししたた。通りの音で歌ってくれました皆さんのプロジェクトではいかがでしょうかカエルの合唱を入力してみたんですけれども歌詞が全部「あ」という言葉で入力されているのでちょっと味気ない感じになってしまっていますね入力した音符に歌詞の情報を入力してみましょう「ドレミファミレド」という音の名前を歌詞として入力していきます入力するときは「 入力した音のうち最初の音を選んで右クリックするとメニューが表示されます。この中から歌詞の流し込みというメニューを選択してください。歌詞の流し込みウィンドウが出てきました。歌詞の流し込みウィンドウに歌詞を入力すると自動的に歌詞を割り振ってくれます。ドレミファ・ミレドというカタカナを歌詞として打ち込んでみましょう。 ドレミファミレードはカタカナでもひらがなでも大丈夫です。ここでは一旦カタカナに変換をしておきたいと思います。一行入力ができたので開業して歌詞の続きを入力しましょう。なお、文字数が合っていれば開業しなくても大丈夫です。次はミファソラソファミですね。続いてドドドドなのでドが4回です。 給付の部分は歌詞を入力する必要はありません。給付は飛ばして歌詞を書きましょう。最後の歌詞はドドレレミミファファミレドです。入力が終わったら OK ボタンを押しましょう。すると自動的に歌詞を割り振ってくれます。歌詞の表示が変わったことがお分かりいただけるでしょうか。最初から再生して聞いてみましょう。ドレミファミレド ファ、ラ、ソ、ファ、ミ、ド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 、レ、レ、ファ、ファ、ミ、レ、ド。見事に歌詞がついたカエルの合唱が出来上がりました。このように音楽の知識がなくても、そして鍵盤が弾けなくても、マウスを使って音を入力していくことで、ボーカロイドを歌わせることができます。 歌詞は1文字ずつ入力することもできます。1文字ずつ入力したい場合は、入力したい音を選択して、歌詞の部分をダブルクリックしましょう。ウィンドウが開きますので、1文字ずつ歌詞を入力してください。入力できたら、保存をしておきましょう。保存は一般的なソフトウェアと同じで、ファイルメニューから保存を選択することで保存ができます。 名前をつけていない場合は好きな名前をつけて保存をしておきましょう。ここではカエルの合唱第1回という名前をつけておきます。名前を入力したら保存をクリックしてください。次回の動画では入力したデータの調整をしていきたいと思います。非常に楽しい部分になりますので、ぜひ次の動画も見てみてください。それではまたお会いしましょう。